フロンティアの戦場で目にしてきた中でもパイロットほど優秀な戦士はいない。素早く動き、華麗で圧倒的、常に冷静で臨機応変、その上冷酷。パイロットから見ればただの壁でさえ戦術の一部となる。戦闘も格違いだ。特殊な移動能力で敵を惑わせ、どんな戦況でも常に優位に立つ。だが戦場のパイロットと一般兵の最大の違いは、パイロットとタイタンの一人ではない。タイタンとリンクすれば他のパイロット以外にかなう相手はいない。フロンティアは俺にとって唯一故郷と呼べる場所だ。しかし今 IMC に資源を奪われ破壊されつつある。逆らえば待っているのは死だ。デメテルの戦いでは勝利を収めたが、 IMC を倒すにはまだ程遠い。俺は今フロンティアの自由のため、ミリシアのライフルマンとして戦っている。パイロットになれる日を夢見て、いつかその日が来たら俺はパイロットとしてふさわしく戦えるだろうか。さあ始めるぞ、クーパー。たく、シムポットが船に再起動されたようだな。再調整しないと。どうだ、しっかり来るか。よし、行けるな。前回の練習は覚えてるかな。ニューラルリンクを設定。タイタンのリンクとはちょっと違うんだが、似たようなもんだ。新しい技術を学ぶときは、まず気持ちを正すんだ。よし、だいぶマシだ。本来なら俺が訓練すべきじゃないが、お前にポテンシャルを感じるんだ。それに戦争中だしな、机でお勉強ってわけにもいかん。行くぞ、飛び越せ。ペースを上げよう。ジャンプキットの補助を入れる。ジャンプキットはリラックススタビリティという原理で機能する。ジャンプキットがお前の動き方に順応すれば、意識せずに高速移動できるようになる。綺麗なもんだろう。俺の記憶の中の故郷が元になっている。俺はここで育った。これが俺たちの戦う目的だ。鋼鉄と硝煙とは無縁の世界で、平和で豊かに生きる自由を勝ち取るのさ。ジャンプキットの動作を確認しよう。基本のウォールランを試してくれ。よし、いい動きだ。この下へ身をかがめろ。簡単なダブルジャンプだ。ゴーストに続け。俺たちはデメテルの戦い以来、フロンティアの4分の1以上を取り戻した。ミリシアの体制が整ってきた。 IMC と戦う志願者も日々集まってくる。お前のように昔は逃げ隠れしかできなかったが、今度は追い詰めるぜ。
戦闘ではことが予想通りに進むことはない。戦場でどんな武器でも使えるようになっておけ。俺が戦場で見た武器のほんの一部だ。今度は射撃場だ。武器を装填しろ。精度を高めるには照準器を使って狙え。いいぞ、やりたいなら続けろ。いいならガントレットだ。新しいガントレットがある。基準時間は2分だ。進むにはもっといいタイムを出せ。ゴーストに続くか自分の道を探せ。パイロットはバランス感覚が必須だ。スピードが最優先だが、射撃も正確じゃないと。体に染み込むまで練習するのがガントレットだ。ウォールランの最中は移動が速くなるぞ。試してみろ。走りだ。壁の結果表を見たか。ベストタイム更新だ。誰にもそれぞれ得て増えてがあるから、いろいろな武器を使っておけよ。結果表には上達のヒントも載っているぞ。ウォームアップは終わりだ。マジでやりたければ他のパイロットのゴーストと競争できるぞ。だが一つ忠告しとく。このゴーストは SRS のトップパイロットのものだ。奴らを倒せれば訓練も5合目までは終わりだな。好きなだけガントレットに挑戦してくれ。これが終わったらお前にいいものを見せてやろう。まるで飛んでるようだった。ガントレットはもういいか。次の課題を見たい。よし、きっと気に入るぞ。さて、パイロットのもう一つの役割を学ぼう。タイタンだ。一機呼び寄せてみよう。
もう心の準備はできてる。その心意気だ。だがまず広い場所がいる。俺の相棒 BT だ。ヴァンガード級だぜ。ミリシア独自の技術だ。初めて俺たちが自作したタイタン用シャーシだ。今回は IMC から盗まなくて済んだ。さあやれ、初のタイタン要請だ。空を見ろ、奴がいるだろう。いいか、ライフルマン、そろそろ潮時のようだ。ここから出すぞ。機関システムを除き、パワーダウン。クーパー、準備しろ。落ち着け、コール。仮想世界から出たばかりなんだ。回復に少しかかる。大丈夫、すぐ落ち着く。了解。全員、戦闘配置。演習ではありません。気をつけろ、奴ら本気で殺しに来るぞ。いい演習だったな。そのうちコツがつかめるさ。いつか一発のパイロットにしてやる、ライフルマン。だが今日は時間がない。ラスモーさん、アンダーソン、この野郎、下で会おうぜ。今日は新しい惑星が見られるぞ。墓場になるかもしれんがな。下で会おう、クーパー。幸運を祈る。さっさとシムポットから出ろ、トロプチックでな。
パー、やられたら、ちょっと待て。気を失うかもしれんが、起きたら回復してるだろう。ラスティモーサー、敵対弾が接近。エーペックスプレディナーズです。了解だ、BT。 伏せてろ、クーパー。 BT、行くぞ。8時間ある。それまでにアークを封印して送り届ける準備をしろ。おい、リヒター、死体をいたぶるな、変態め。まだ仕事が残ってるだろう。死体を掃除しても報酬はない。行くぞ。BT、 搭乗権限を新規パイロットに移行。ブラボー、タンゴ、セブンツー、セブンフォー、リンク。クーパー、俺のタイタンをやる。俺のヘルメットとジャンプキットを使え。これが本番だ。彼を頼んだぞ。動力低下、動力が足りません。動力低下、動力が足りません。
アークは輸送中で格納庫の交換に向かった。技術部の新しい考古学を通っていた。第三敵弾兵隊の交代とミリシア手取り出場77281IMC のマーダー隊長、お前たちの行為は統治法に抵触するが、今だけ特別に恩赦を受ける機会を与えてやろう。 IMC の士官か兵士に投降しろ。断る者は始末だ。敵が消えた。
確認へ。もう忘れるな。この惑星は IMC の管轄だが、施設の敷地外には多くの野生生物がはびこる。我々は、ただし、投降すれば、これですね。フロンティア、自由を守るため、勇気を持って志願したら、孤立していれば、IMC に潰されてしまいます。それが彼らの狙いです。ヴァンガード級タイタンだ。貴重品だぞ、撃ちまおう。まさか、ブリスクからそんな命令はない。あんなやつ怖くない。傭兵が何だ。言うのは簡単だ、だが銃を突きつけられてみろ。ブラグだ、気をつけろ。逃げろ。敵のパイロット発見、攻撃。動力低下、動力が足りません。動力3分の2、データコアを最初期化しました。視覚システム、オンライン。焦点を調整、大丈夫ですか。ああ、多分。今、パイロットって言ったか。はい。亡きラスティモーサ大尉の指示で、あなたを臨時パイロットに任命します。昇進おめでとうございます。私は BT です。BT か。わかった。現在システムを再起動中ですが、3個目のバッテリーがあれば起動が早まります。私はここに待機を。駆動可能になるまで、可能な限りヘルメット内無線で支援します。IMC は降伏する者については危害を加えず、エンジェルシティ刑務所までお手元で、速やかに IMC の捜索隊に投降した方が見事。パイロット、IMC への投降は推奨できません。声紋分析の結果、彼らは嘘をついているようです。俺はそんなに間抜けか。どうでしょう。あなたの脳機能を把握するには、ニューラルリンクを確立する必要があります。
ことだ。元 IMC だそうだ。やつはエイペックスプレデター。敵の妖怪、金のために人を殺している。ダメだ。悪くないな。俺も妖怪になるかな。グラグラ。システムが回復しました。第9艦隊が襲撃されたため目標地点から離れた場所に着地しました。ここは敵地です。気をつけてください。長居はできません。俺たち生き残れると思うか。他に選択肢はありません。生き残りたければ臨機応変に対処しなくては。ラスティモーサとはどれくらい一緒に？単位とは973日前にリンクしました。俺はそんなに長く付き合ったことない。了解。イニシアの生き残りがいる。30メートル先。
PT 船に生存者は？いいえ、 MCS ジェームス・マカーランに生命反応はありません。ただライフボートの 90% が射出されています。望みはあります。 BT 誰の声だ？はい、こちらはサラ・ブリックス、特攻兵団の司令官です。特攻兵団は SRS ミリシアの特殊偵察中隊の一部です。彼らの希望を取り戻し、残念して使う決意を呼び戻すのはあなたたち一人一人の役目です。フロンティアの旅全てが抑圧されずに暮らせる世界を隠しましょう。ミリシアの全生存兵へ、ここで投降しておいた方が身のためだ。森の中を徘徊するプランナーよりはこちらの歩兵に見つかった方が明日の。パイロット、位置が知られてしまいました。これは IMC の偵察隊です。敵の増援が向かっています。ニューラルリンクの確立が必要。最後の反撃を取り付けてください。動力最大。パイロット、進むにはニューラルリンクを確立するべきです。どうぞいつでも登場を。